オーストリアを離れスロバキアへ、メキシコのアミーゴビクトールと首都ブラチスラバを観光、そして私はハンガリーへと向かう。私はもう使い分けてんだ。そうです。なるほど。まあ世話しないんですよ本当に。なんか不安になんない？いつもあのなんかもうカメラカメラ携帯パソコンって言って、うん、出発します。私も一応ほら降りる乗った時とそう絶対今ここにいる時は何も大丈夫だけど。ちなみにハンガリー入国です、ね、ハンガリブダペストの地下鉄です。新しい、すごい綺麗。これで中心地まで、進んでいきたいと思います。ハンガリー、ブダペストの観光をしたいと思います。ここ数日は天気が悪く雨ばっかでした。ドナウ川を挟んで、ブダ川とペスト川があるということで、僕の方はペスト川かな。有名な見どころはサリ橋など、あと温泉とか。不思議な波の形した遊具のようなベンチのようなそんな場所で休憩している人がたくさんいます。街並みもなんか他の東ヨーロッパと比べるとちょっと構造が違ったり雰囲気がなんとなく違う気がします。街並みも綺麗です。ビアブダペスト、ブダペスト、ブダペスト。さすが人気観光地へ、たくさん観光客がいます。でお店も H&M とかショッピングモール、ショッピングがたくさんできる、そんな感じになっております。ハードロックカフェからの石像、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 石像。皆さん噴水に足を突っ込んで休憩しております。ブダペストは、世界遺産でございます。ドナウ川沿いにやってきました。宮殿とかとは、ここが有名な、特に夜景で人気の鎖橋でございます。まあ夜もここに行こうかなと思います。このトラムのね、あの感じがすごくいいです。おしゃれというか、いい雰囲気を醸し出します。いやー綺麗だな、いい雰囲気だな。ちなみにブダペストも結構こういう銅像がたくさんありますね。橋に潜入。それにしてもいい天気になりました。昨日は嵐のように雨がめっちゃ降っておりまして、
宿も水漏れがあったりとか、ちょっと大変でした。でっかいライオンが橋の入り口で佇んでおります。これがドナウ川です。ちなみに僕がここにハンガリーに来る前に、訪れてたオーストリアとスロバキアも流れております。ね、ああいうクルーズとかが多分ドナウ川クルーズみたいなのができるんじゃないでしょうか。いや、この橋どうやって作ったんだろうってね。え、本当にゼネコンの人たちはすごいな。なんか知ってる顔の人とか結構眩しくてえ、はじめまして。日本人。あ、そうです。いつもこうやって一人で喋りながら歩いてる。あ、なんかそう。まさか同じ宿のメンバーに会うとは思いませんでしたけど。川のアクティビティもたくさんあるんだろうな。鎖橋は外観から見るとこんな感じです。謎のオブジェ0キロメーターストーンだそうです。街ではセグウェイの勧誘も行われております。続いてやってきたのがブダペスト中央市場です。今日は宿の人と一緒にあの高級食品を買いたいと思います。香辛料からお酒から何から何までフルーツもそうだし何でも揃っておりますね。ちょっと観光チックになってる感じはします。フォアグラこれよ、これフォアグラ、こちらです。フォアグラとかキャビアみたいなの持ってるな。鶏肉屋って漢字で書いてありますね。今ね、サイカーさんたちと会います。一緒に飲んでたの。え、お酒飲んでたの。ちょ、待ってたんだよ。ありがとうございます。ごめんね。大丈夫、どこ行ってたの。あ、いや、もうここずっと5往復ぐらいして。ちょ、30分。あ、もうもっと早く着いて。なんだ。テレビの取材中です。でも結構し、え、1キロで What are the difference? That can goesDuck and goose. Duck and goose. Okay. Duck and goose. Ah, so you bought food. What did you buy? Today. Today's food is foie gras. Foie gras. I bought it. Idiot. This. Like, adults are like, they all like, selecting. So, like, Saika-san is very meat-hungry. Saika-san, what are you making today?スモーク、いや、何でもスモークじゃない作るんだろう。スモークなのか、熟成なのかよ。ね、お母さん、お母さん、何買ったの。お母さん、フォアグラよ。今夜の見て見て、フォアグラよ。ママ、すごいもうさ、それやめてよ、もう茶番になっちゃったね。全然みんな感動してないから誰も感動しない。肉の達人、サイカーさんが肉の達人
フォアグラに添えるお肉をこれから焼きます。はい、お母さん持って、これ缶コーヒー缶コーヒー人間で言うのがこのあげてあげてはい、フォアグラです。あ、あげすぎフォアグラです。すごい、病気です。病気です。これ1キロで3000円ぐらい、いや、7000だったから2500円ぐらいじゃないですか。2500円だよ。すげー、2500円かけるぐらい、すごいね。美味しいの作ります。面白、まあ、ちょっと、あ、もう入ってきたすごい、なんかもう厨房に男子が5人。確かに、おー、美味しい。半分にまずしちゃっていいの、まあ、さっきちぎってたんですよ。え、そうなの。こうやって、こうやって料理人が、もともと感動って3つあるよ。すごい量だね、1キロって。すごい量、ね、だってこんなに食わないもんね、日本で。こんなに食べたら病気すごい来るよ。そう、ダメなタイプ。ここら辺見てください。下です。ちょっと食べてみてください。味見て、してみよう。味見したい。そのまま食べるね。これまま生だ。一緒に食べます。いいですか、これ。油が散ってる。これがフォアグラです。もう焼くのが超上手で。いや、これやばいやばいな。油がすごい、これ。うん。フォアグラの油すごい。油がすごいね。ちょっと油捨てた方がいいですか。ほなちゃんがズッキーニをやって焼いてくれました。美味しそうです。イエイ。イエイ。そしてこちらへ。ね、恐ろしい。いざ実食です。おかしいでしょ。はい、皆さん。もうフォアグラ飽きました。フォアグラ飽きました。贅沢。もうノーモアフォアグラ。贅沢贅沢。ということで乾杯。乾杯。乾杯。本日は唐揚げとそんなのやってもらって、あら汁です。ねえねえ、なんか大丈夫。直樹誕生日おめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとうございます。お母さんありがとうございます。いや、皆さんありがとうございます。夜の鎖橋渡ります。渡ります。渡ります。これが王宮でしょ。これ王宮、これエッフェル塔じゃん。あれ、これエッフェル塔だろ。エッフェル塔。あ、エッフェル塔ここにあったんだ。エッフェル塔、あれが丘。なるほど、あれが丘か。ここまで行くかどうか。結構遠いね。登れる丘に行きたいな。登れる。大丈夫。世界遺産ブダペストの夜景に大満足しております。そう、彼の情報は大切だから。ウィキペディア先生ブダペスト城でいろんな教養の違いが、ね、無料のガイドみたいな。こうはなれないんだろうな。なれない。めちゃくちゃ綺麗。すごいすごい。え、まだちょっとあっちとか多分。ああ、さっき人の声したの向こうかな。なるほど。気持ちいい、気持ちいい、自由、気持ちいい。これで、ね、仕事頑張れるね。パン、いいパン焼けるわ。いいパン焼けるね。マリちゃんどう？綺麗ですね。綺麗ですね。はい、ずっと室内でゴロゴロしちゃいけないっていうのがよく分かりました。まだ上あんの？マジか。ということです。まだ上があるそうです。一応ある程度登った場所はこんな綺麗な景色が見えます。これは何ですか？これは何なんですかね。ニキニ。米
っちゃ好き。美術館みたいな、なんだろう。ここちょっと座りましょう。座りますか。数えてって。 Could you make a picture with us? Yes sir. Thank you very much. Hey, Lak Chuan, I don't speak English. しかも石垣あるだけでしょ。そう。しかも俺行った時も雨がめちゃひどくて、雨季で。しかもなんか裸足で行かなきゃいけない。ああ、そうそうそう、脱いで。トイレね、なんか牢屋のようにしまってた。多分鍵が閉まる。見えないでしょ。夜景はバッチリだな。眠くなってきてる。めっちゃ眠い。眠い。